はいどうも皆さん、ユハーバンはユハイチャンネルのハイです。ということで、今回なんですけども、ダブルゲートね、使っていきたいと思います。そして皆さんね、今日、12月24日、クリスマスイブなんだよね。まあ、俺が、投稿日時を間違えていなければ、この動画がね、上がってるということは、12月24日のはず、ジングルバーのはずなんだけど、皆さんね、いかがお過ごしでしょうかと。いうことで、まあね、クリスマスイブに僕の動画をね、見てるということは、相当な、力戦な、猛者、プラス、ゲーかなって思うんですけど、まあやっぱりね、俺のチャンネル見てくれてる人ってね、学生が多いので、まあね、好きな人をね、ご飯に誘ったりとか、まあ好きな人にね、思いを伝えてる人なんかね、いるんじゃないでしょうかと、ユハイチャンネルリスナーのね、中にはもしかしたらね、いるかもしれない。でね、まだ、勇気がね出なくて誘えてない人、やっぱり年に一度だからね、後悔しないように、まだね25日、まだね1日あるから、まだ間に合うよということで、まあ24日25日ね、ハードルが高いと言っても、まあ年末年始もね近いんで、まあ初売りとかね、初詣、こういうイベントがね目白押しですし、やっぱイルミネーションがねピッカピッカと綺麗なね、まあ、時期なんでね、皆さんぜひとも、まあ高校生が多いんでね、僕のチャンネルは見てくれてる視聴者さんはね、まあ青春だから青春だよ青春、本当にもう学生にしかねできない恋をね皆さんにしてほしいなと思います。そしてまあ責任は取れないんですけど、これで振られてもね俺は責任取れないんだけど、これで振られて、まあ女子から、まあ何あいつの告られたんだけど、ワロスワロスって言われても、まあ責任は取れないんだけど、まあ一歩踏み出す勇気、それが坂東英二、ニコラス刑事かなと思うんでね、ユハイチャンネルは皆さんの恋心を応援しますよってことで、今回ね使っていくデッキは、まあ、ダブルゲートっていうデッキで、視聴者さんからね送ってもらったねデッキなんだけど、まあ、視聴者さんからのちょっと早いクリスマスプレゼントを僕はもらって、なんと10連勝構築ってことで10連勝したので、ぜひとも動画でね紹介してくださいということで、使ってみたらやっぱり強かったね。他の実況者さんたちも結構軒並みね、このダブルゲートっていうデッキ、まあ、構築はちょっとね、まあ、枚数とかね好みがあって違うんだろうけど、まあかなり強かったね。やっぱりヘブンズゲートでザーディアとかバルフォルスで、まあアグロデッキとかにもコントロールデッキにも強いし、なんといってもロストチャージャーからのオルメテサファイアドラゴン、これが結構強い。ロスチャ、インフェルノゲート、サファイア、この動きがねめちゃくちゃ強かった。そしてやっぱり最近ね、カチュアシュートとかアウデスもね流行ってきていて、まあ、やっぱ環境がね第7弾環境も落ち着いてきて、最初多かったねフェニックスたちがどんどんね、まあ環境が進んでいくつれて、やっぱ結局ね、アウゼスコンだったりとかが結局ね、増えてきちゃったんで、アウゼスコン、カチュアシュートが増えてきたんで、やっぱりガード。そしてやっぱサファイア、ミラーが多いんで、アクアリバイバー。で、アポロンシもね、アクアリバイバーかなり刺さっていくんで、このデッキね、めちゃくちゃバランスが取れて、強いかなと思います。自分自身も6連勝達成しまして、視聴者さんも10連勝達成したんで、かなり自信のね、構築となってますので、皆さんね、ぜひとも使ってみてください。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、試合の方行きましょう。行くぞ。はい、ということでね、対戦の方よろしくお願いします。さあ、ザーディアを置いて、まあ、かなり、ハンド、事故事故の事故でさ、ブレイズクロー速攻できるですかね、これは。さあ、デーモンハンド置いてと思いきや、サファイア置いていくスタイル、ほんまスコスコバルなんですよね。さあ、フンヌのさばきだ。さあ、来ましたね。赤白速攻。やっぱり、連勝をね、重ねていくには、こういう、速攻デッキにも勝っていかないといけない。さあ、デーモンハンドからのロストチャージャー。さあ、サファイアをしっかりと埋めて、まあ、最速でゲートしたり、これはもう、縦から天文を引くしかない流れ、ホンマスコですね。さあ、ワンブレイク。さあ、しっかりと予言者クルティックでしっかりと割られて、ブレイズクローで、軒並みやられていく。さあ、シードトリガー発動、デーモンハンド。これ強いね。これはマジで、でかかった。で、次、またね、さあ、ヘブンズゲート引いた。さあ、ここサファイア置いて。さあ、ここね、水マナあったらゲート打てたんだけどね。さあ、ブレイズクローでしっかりと盤面並べてきますが、一旦耐えたね。危なすぎ。さあ、ブレイズクローで、まあ、ザーディア・バルホルスで、しっかりと三井住友ビザカード、超強力なね、ブロッカー軍団を、しっかり並べていきましょう。開け、夢の扉、展開の門よ、ヘブンズゲート。さあ、来ましたね。ザーディアとバルホルスで、盤石オブザ。盤石の着地、しっかりと盤面焼き払って、こっからあと、ゲート連発すれば、勝つ、簡単なお話ですよ、と。いうことさ、エナジーライト。ここ引いて、マナに置いてさ、行きましょう。第二の門を開け、インフェルノゲート、ボルメテサファイドラゴン、盤石オブザ。
盤石の着地でトリプルブレイク。マジで強いな、このデッキ。マジでね、隙がない。隙あらばサファイア。さあ、コロビナーからのクッカ、ポロン。ポロンポロンポロン。さあ、しっかりと、あとね、ここはもう、勝ちですかね、対戦。ありがとうございました。はい、ということでね、対戦の方よろしくお願いします。さあ、エンソロ水系の裁き。置いて、まあ、ガードザーデを埋めれば、マナはね、闇以外揃うかなと。いうことさ、バルフォロスも引いたんで、しっかりとね、まあ、マナ埋めていきたいね、最初は。さあ、インフルのゲート、ミラーかな。さあ、ウッキウッキ、ワクワク、ミラーだぜ。さあ、ブレインチャージャーでマナ加速しながら、マルドゥクス、除去サファイアって感じかな。まあ、ミラーっちゃミラーだけど、まあ、ミラーじゃねえか。天文対除去サファイア。天文サファイア、墓地サファイア、VS。さあ、お相手し除去サファイアということで、まあ、何言ってか分かんなくなったんでね、もういいや、もう。さあ、ここ。さあ、ここマナに置くのね、難しかったけどさ、ロストチャージャーでさ、しっかりと、サファイア置いて、まあ、ここね、ロストチャージャーをしたかったから、まあ、バルフォルスをね、置いたんだけど、まあ、ちょっとね、ヘリオスティガドラゴンも入ってる。おー、珍しいね。やっぱ、カチュアにね、俺も、あの、9連勝構築って言って、カチュアシュートのね、あの、猛虎、ダークサラマンダスとヘリオスティガの動画出したんだけど、マジであれも強かったんで、ね、ぜひ皆さんね、見てください。ということで、しっかりとね、宣伝も行えたので、さあ、ここ、アクアポインターで取ってくるのはどこでっか。さあ、ヘブンズゲートピンポイントで抜いてくんだよな。アクアポインターってもうね、ハンド見えてんじゃねえかってぐらいね、切り札ピンポイントで落としてくるからね、マジでツラタンイブラヒモビッチなんだよね。さあ、ヘリオスティガドラゴンで、いや、結構ヘリオスティガ今の環境に刺さってるからね、強いよね。さあ、エターナルガード2枚目でヘリオスティガ置いてって感じだね。さあ、アクアリバイバー。そう、ゲート引きたいね、これは。さあ、アクアリバイバー。惨状だぞ、丸。さあ、ブレインチャージャーで終わりてしまう。ドローオブザデック。さあ、マナ加速して終わりになった。さあ、展開のもんか。さあ、もう打ちましょうか、ここ。さあ、ザーディア、ザーディアで。しっかりと盤面の圧力だけでもね、追加していきたいっすね。さあ、盾追加して、まあ、この中にインフィルノゲートがないことを祈るばかりですがね。さあ、サファイア着地してきた。まあ、サファイアはね、正直、リバイバー1枚で解決できるんで、マジでリバイバー強すむすですね。で、こっちがゲート、引けさえすれば、まあ、上からね、叩けるんで、まあ、1枚を無力化できるくらい、めっちゃ噛むんだよな、最近。ロレツが回らないザムになってきた。さあ、マルドゥクス。いやらしいね。赤いを司る竜なり。さあ、ボルメデーサファイドラゴンで、さあ、戻されてきて、よかったね。まあ、サラマンダス。さあ、ブレインチャージャーでワンドローしながらさ、ゲート引いた。ナイスナイスオブザデック。さあ、アクアリバイバル。いや、リバイバー強くない？今の環境、マジでリバイバー強いと思ってる。そう、ザーディア取ってくる。さあ、トリプルブレイクでさ、リバイバーでブロックして、次ゲートで。上からサファイア取っていきましょう。やっぱリバイバー、ミラーにはやっぱリバイバーが一番刺さるんで。さあ、ロストチャージャーから行きましょう。インフェルノゲート開け、夢の扉。さあ、サファイアドラゴン、バンジャゴブザ、バンジャゴの着地で。さあ、お相手のサファイアパワーアタッカー付与して上から取っていくながらハンマスコ。さあ、取っていって。さあ、破壊をつかさどる竜なり。さあ、バラホルスで蓋していきましょう。さあ、粛清を与えよ。さあ、トリプルブレイク。パリーン。まあ、次インフルノゲート引いたら勝ちだね。さあ、インフルノゲートお前自身も引いてきますが、ここはバルフォロスでブロックできますね。危ねえ、危ねえと。簡単に僕のサファイアさんは殺させませんよと。さあ、バルフォロス。さあ、バルフォロス出して、ここはもう安定卓を取っていきたかったんで、さあ、ここサファイア上から。取っていきましょう。まあ、トップオブザレックでインフルノゲート連発されたらね、結構辛いんですけど、さ、デーモンハンドは、危ねえ、危ねえ。デーモンハンドなんて持って嫌がったか。さあ、your turn。さあ、トップオブザレックブレインチャージャーで、ワンドロインソロ水球の裁きからの、行きましょう、アクアリバイバー。さあ、これはもう、主人公力が、試されますね。さあ、ここも殴っていきます。さあ、次、ダブルブレイクで、もう私、もう縦、もうヘリオスティガってことが分かってるんで、さあ、エンソロ水拳の裁きで、しっかりと取っていきますが、さあ、ダーク、サラマンダス、さあ、どっち落とすんだ、さあ、エンソロ水拳の裁き。さあ、ロストチャージャー、しっかりと埋めて、アクアリバイバー。ここね、縦がね、ヘリオスティガなんで、
割れなかったね。バルフォロスも取られちゃうから。さあダークサラマンダス、もうリバイバーじゃなくてよかったなって感じだね。さあエナジーライト、この3ドローに全てがかかる2ドローでした。すいません。さあアクアリバイバー、正直めっちゃ強くない、このアクアリバイバー軍団。さあアクアポイントス、さあデーモンハンドね、しっかりと取られていきますが、うわつえーゲートか。お相手氏が先に引いてしまった。だがお相手山3枚なんだよね俺。さあここトップで勝ち。さあインフェルノゲートトップ、ここブロックしなかった。このね、細い勝ち筋を取っていく対戦、ありがとうございました。はい、ということで対戦の方よろしくお願いします。サファイアだね、ミラーかな、これは。さあ、炎奏と、水剣の裁きを置いて、さあ、ウルスムスだね。さあ、インフルのゲートも引いてったんで、さあ、ここはサファイア埋めて、まあ、ロストチャージャー欲しいね。さあ、ガード。埋めて、さあ次ブレインチャージャーとかから入っていけるかな。お相手氏何デッキなんだろうか、これもうわからないんだけど。何このケストリエスって初めて見たんだけど。出た時にワンドロー、まあ4コスト4000。さあしっかりと4コストでブライユーギコンタと同じパワー、ホンマスコ。さあブレインチャージャー置いて、さあロストチャージャー置いてって感じだね。さあ5ターン目もお相手氏動きがないね。さあインフィルのゲートからのさロストチャージャーで、さあサファイアしっかりで置いて、次ね、さあゲートで、あとここ縦で、あとね、これ本当になんかエルフェウスとか、そう厄介なものに進化されるのマジで一番辛いんで、ツラスムスなんでね、さあラウラギガ。さあデーモンハンディングザオベーション引いたんですけど、ヒラケインフルのゲートは、さあここ、サファイア、盤石オブザ、盤石の着地で、しっかりとトリプルブレイクだがラウラギガをしっかりと犠牲にしてくると。何デッキなんだろうか、本当に。詳しく教えてほしい。さあフェアリーライフ、自然マナも入ってる、ウォルポニーか、ペガサスデッキか。もしかして、もし、ペガサスデッキなのかと。さあ、ラウラギガ。さっきのなんとかリエスってもしかしてエンジェルコマンドじゃなかったせいで浮上してきたね。初めて見たカードすぎてわかんないですね。さあ、エターナルガードでワンドロー決めながら次。展開なもんでバルホロスザーディア。マジで強すぎんか。そして、縦。トリガーだったね。ホーリースパーク入ってたよな、今。さあ、しっかりとね。さあ、ガルベリアスゲームキューブ&ゲームボーイアドバンスドラゴン。しっかりとホーリースパークをマナに置いてダブルブレイク。してくると、障壁を受けよ、差し届け、発動。さあ、デーモンハンド開け、夢の扉と。ということで、次、天文でザーディア、バルフォルス。出して、これはもう、ほぼ勝ちですかね。さあ、ブレインチャージャーから入って、行きましょう。ヘブンズゲート、開け、夢の扉。さあ、ザーディア、バルフォルス。盤石オブザ、盤石の着地で、お相手氏の盤面取りながら、さあ、ここサファイアでシード3枚、消極していきましょう。強すぎるね。マジで強すぎる。さあ、トリプルブレイク。さあシードすべて割って無限小ペガサスか、面白いデッキだ、面白い、検索しよう。さあウィンダックスで、さあ何を取ってくる。さあバルホルスを取ってきますが、他も勝ちかな。ああラウラギガ、さあラウラギガで、さあ演奏と水気のさばきトップオブザデック。さあしっかりとラウギガめっちゃ噛んだラウギガ、スヤレー、さあファイル殴って、さあザーディアルダイレクトアタックだね。さあ無限小ペガサスを下して対戦、ありがとうございました。はい、ということでね、対戦の方よろしくお願いします。なんか毎試合毎試合演奏の水剣さばきまだに置いてる気がするんだよな。さあ、メルニア来たね。これは三色通話でさ、闇闇青闇炭なわけねえや、メルニア入ってんだろ。さあ、エマージェンシー大フのさ、ロストチャージャーでドルバルム。久々に当たったな、ドルバルム。さあ、メルニアでビート刻んでくるね。メルニアビートなかなか強いからな、本当に。さあ、ここデーモンハンド置いて3コスト。さあ、ロストチャージャーで、さあ、ファイヤー落としてマナチャージ。次、正直、ガード、まあ、リバイバー立てるだけで、いいかなって感じだけど、まあ、メルニアブロックされないからねって感じだけど、さあ、ここでなんか天文とか、引いていきたいね。さあ、シルトルガー。あー、都道、さあ、アクアリバイバー強い。めっちゃ強いね、そのリバイバーは。そのおかげで、撃てるようになったね。エターナルガードがねってこと。こうワンドローしたかったんでね。まあ、リバイバーで相打ち取ってもいいかなとは思ったんですけど、まあ、盤面ね。ああ、バイツって取られると。まあ、全然問題なスチングだね。さあ、ここまたロストチャージャーがめっちゃ来たね。ありがたい。ロストチャージャー撃って、この時の世界戦の俺何してんだ？ブレインチャージャーからロストチャージャー入ったって感じかな。正解ですね、そのタク。素晴らしいプレイングだ。さあ、サファイ落として、あとはやっぱゲート。引くだけのお仕事だね。
まあ、ゲートがね、何よりも強いんだよ。さあ、バーローがくれたもの、ランネージャン死神説立証していきますが、これ、ドルバルも着されたらね、結構、キッズマングローブじゃない？さあ、次、バーロー着地だけど、こっちは引けねえんだよな。さあ、ロストチャージャー、デッキ圧縮はね、していきましょう。サファイアめっちゃ落としたね。さあ、10マナですよ、こっちは。さあ、アクアリバイバー、ドルバロムで。死ぬ未来見えてますけどね。さあ、ファントムバッチャンからの来ましたね。悪魔神、再び悪魔神、ドルバロム降臨。さあ、これ縦ゼロになりますよ。さあ、だけどそんなにマナのダメージは、食らわなかったね。さあ、シュートリガー発動からのデーモンハンド。危ねえ、このデーモンハンドでね、もう、九死に一生ですよ。さあ、ここザーディアで、盾追加しながら、いろいろできるね。さあ、ヘブンズゲートで、ザーディア、バルホルス。盾追加しながら、最強の盾を並べていきましょう。最初、盾じゃねえわ。最強のブロッカーたちを並べていきましょう。さあ、赤ポインター。ゲートだけ落とすのやめてほしい。危ねえ、危ねえと。危ねえ、危ねえ。本当にポインターはランダムなのかって思う時ありますかね。さあ、インフルのゲート。こっから連発して勝っていきましょうか。さあ、ドルバロム先に着地されても、逆転できるこのデッキのね、強み出てますよ。さあ、トリプルブレイク。さあ、次、勝ちだね。何も、サファイア取れなかったら、勝ち、対戦。ありがとうございました。はい、ということで、ダブルゲートいかがだったでしょうか。まあ、安定感やばいね。まあ、見てもらったらわかるんだけど、どんなデッキにも勝てる。まあ、10連勝したのにもね、まあ、納得かなと思います。さあ、皆さん、頑張ってね。クリスマスイブ、素晴らしき日になりますように僕は応援してますということで、よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では次の動画でまたね、お会いしましょう。さよなら。